ついにゼロクラウンエンジンが止まるかもしれんですね。わあやば、また鳴った。コウヘイ TV 始まるよ。コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。うわーやばい、ついにゼロクラウンエンジンが止まるかもしれんですね。今日僕山口行ってて、今帰ってる途中なんですけど、エンジンオイルの表示と警告音が鳴り出して、ですぐ車屋さんに今電話したんですよ。そしたら、そんなに頻繁にエンジンオイルの表示とか警告音が鳴るんならやばい、車が止まるっていうことで、今すぐ止めれるところがあるなら止めてくれって言われたんですよ。迎えに来てくれるみたいなんですよね。4ヶ月前ぐらいにエンジンオイルの警告出たんですよ。もしかしたらオイル漏れショールかもしれんなってことで、であれからまあ4ヶ月か5ヶ月ぐらい経ったんですよ。もう今日でゼロクラウン廃車になるかもしれんですね。修理がエンジン取って、まあ、10万から多分40万ぐらい前かかるって言われてたんで、そこまで直して乗る必要ないかなって今思ってるんです。うわやば、また鳴った。最後までご視聴ありがとうございました。コウヘイでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。